ジョージ・イングル・フィンチジョージ・イングル・フィンチはオーストラリアの登山家であり科学者。彼はオーストラリアで生まれスイスのジュネーブ大学で物理科学を学んだ。フィンチは科学者でありなおかつ優れた登山家であった。その技術はジョージ・マロリーはフィンチと組まない限り登山隊に関わることを拒むほどであり、登山における酸素吸引の先駆者的役割を果たした。息子は 俳優のピーター・フィンチ。1921年、エベレスト委員会によって組織された第1次エベレスト、遠征隊に選ばれたものの、健康状態を理由に降板した。しかし、翌年の第2次エベレスト遠征隊に再び選ばれた。フィンチを入れるよう、ジョージ・マロリーが強く主張したとされる。第二次遠征隊は3度の頂上アタックを行ったが、すべて失敗に終わった。フィンチは、 第2次アタックチームとして第1次アタックチームの達成した人類の最高到達高度の記録を標高8321メートルに更新した。この結果により、ジョージ・マロリーは酸素器具に対する認識を改めたとされる。フィンチは第3次アタックチームにも選ばれたものの、登山途中で雪崩が発生、7名のシェルパが犠牲となり、計画は破棄された。 1924年、第三次エベレスト遠征隊が組織されたものの、フィンチは離婚した際に不誠実だったという噂を根拠に選ばれなかった。これは、フィンチがオーストラリア人であるという国籍を本質的な問題とした人選であったとされる。1931年、アルプスでフィンチの友人3人が命を落とし、それ以降フィンチは登山を止めた。 1938年、英国王立地理学会に入会。熱心なスキーヤーであり、1908年にアルパインスキークラブの創立メンバーだった。1959年から1961年まで英国産学会会長を務めた。科学者としては、インペリアルカレッジロンドンで応用物理科学の教授を務める。1938年には、 イギリス王立協会フェローに挙げられた1944年にはヒューズメダルを授かる。ありがとうございます。